大島小松川公園は東京都江戸川区小松川と江東区大島にまたがってある都立公園である。芝生の広場とスポーツ広場が主体の公園となっており地元の人の憩いの場となっている。江東区側の地下には都営地下鉄新宿線の車両基地である大島車両研修場がある。公園の周辺地域は海抜0メートル地帯であるため、 この公園が避難場所となるように土地のかさ上げが行われて作られた。高等再開発基本構想によって計画された大規模な防災拠点公園である。以前は工業地帯であり、1970年代までに科学メーカーが大量のクロム交際を埋めた跡地であった。埋められた交際には6カクロムが含まれていたため、無毒化処理後に現場に埋め戻され、東京都によって 公園となったものである。江東区による交際の処理は2000年に完了したと言われているが、2014年に発表された論文では、大雨や降雪の際などに染み出しが起きていることが報告されている。荒川河川敷と接続しており、折からのランニングブームを受けて、都民のジョギングコースとして活用されている。他に災害時の防災拠点としても活用されるよう、 物資の備蓄倉庫と防災設備もある。災害時には約20万人の被災者を公園内に一時避難させることを想定している。また、公園の間を旧中川が流れており、江東区と江戸川区との境になっている。東公園内には桜大橋ともみじ大橋がかかっている。2011年2月、日、クロム水溶液が舗装の継ぎ目から進出しているのが、 発見され、同年4から5月にかけて、周囲の地下50センチメートルの深さの土が入れ替えられた。取り除かれた土からは、環境基準の222倍の六角ロムを検出した。2014年に発表された東京大学大学院の論文では、無害化対策後も、環境基準の260倍を超える六角ロムが検出されていることが報告されている。 ABC6 課、クロム、基準200倍露出東京の講演、とは、非公表、朝日新聞朝日新聞デジタル記事2012年11月17日15時11分。ありがとうございます。